はい、どうも、じゅんいちです。今回もですね、ワードプレスを作ろうということで、初期設定をやっていきたいなと思います。今回も、引き続き、プラグインの設定ということで、やっていきたいと思います。今回設定するプラグインは、これも wordpress.com というところが正式に作っています、プラグイン。ジェットパックというプラグインを設定していきたいと思います。このジェットパックは何かと便利なプラグインだと思っててください。まあなんか何でも屋です。このプラグインは、例えばお問い合わせフォームを作るとか、なんか一点集中のプラグインじゃなくて、こんな機能もできる、こんな機能もできるみたいなね。なんかいろんな便利な機能が備わっているプラグインです。はい。まあ今から設定しながら、ちょっとずつ、説明していけたらなと思います。はい。では、WordPress のダッシュボードの左の方のジェットパックから、ジェットパックってところから、ジェットパックって言いましょう。ジェットパックで行きましょう。そうすると、ジェットパックへようこそと出ますので、このジェットパックを設定というところをクリックしてください。ポチッと。はい。そうすると、はい。はい。このような画面が出てきます。で、これ、同じ日にですね、アキスメットというセキュリティ対策、スパムコメントを取り締まるためのプラグインを設定しました。で、その時にも言ったんですけど、これ覚えてますかね？これ。ワードプレスには2種類大きくアカウントがありますよということで、左のピンクの方が、もうあなたのサイトにログインするためのアカウントですよと。で、今回使うのが、またこの wordpress.com アカウントという wordpress.com が提供してくれているサービスを使うためのアカウント。もうそのまま読んだんですけど。はい。前はアキスメットをやりました。で、今回はこのジェットパック by wordpress っていう方をやります。はい。よろしいでしょうか。はい。で、ここにもうログインされてるんだったら、もうこのまま承認するってやってください。で、もしもまだこれ、ログインをしてくださいよと、サインインをしてくださいよって出るんだったら、先ほどみたいに、こちら、wordpress.com アカウントでログインをしてください。はい。じゃあ、これがログインできたら、この承認をすると、承認するをクリックします。そうすると、連携を承認していますと、出ます。ちょっとぐるぐる回りながら、今、ちょっと中の方でいろいろゴニョゴニョしながらね、うまいことどんどん、なかなかですねなかなかつないで、はい、ジェットパックとワードプレス、あなたのワードプレスをつないでくれます。はい。で、こんな画面になるかもしれないですけど、サイトはありますので、戻りましょう。はい。はい。で、ワードプレスのサイトに戻ったらですね、ここはやんないでください。おすすめ機能の有効化はしないでください。これ余分なものも入ってるので、ここはしません。はい。で、何をするかというと、はい、ジェットパックの設定をいきましょう。設定と。はい、そうすると、はい。ここに執筆、共有、ディスカッション、トラフィック、セキュリティといろんなメニューがあるので、それぞれ、必要なものを有効化していくという作業をやっていきます。はい。これね、意味としては、これ、左側にスイッチがあって、グレーになってたら、この機能は、オフになってますよ。今は、使えない状態ですよ、ってなる状態です。これは例えば、ポチッと押して、水色にすれば、これが、おっと。はい。この機能が有効化になってますよっていう意味です。はい。で、ごめんなさい。これ、試しにやりましたけど、この機能いらないので、ポチッとオフにしておきます。はい。で、次ですね。はい。ちょっと下の方に行くと。はい。この辺は。はい。ですね。ここの機能は、初期設定のままで OK です。で、次やっていただきたいのが、この共有というところです。
共有。はい。で、ここなんですが、ですね、パブリサイズの接続。ここができていると、ちょっと便利です。っていうのも、これパブリサイズの接続っていうのができていると、これからですね、ワードプレスで記事を書いていくと。何かね、記事を書いたときに、公開ボタンをポチッと押すと、そのまま、あなたの Facebook のアカウントに、まあ、記事公開しました、みたいなね、お知らせをすぐに飛ばせるし、Twitter にもこんな記事書いたよっていう、お知らせを飛ばすことができます。だからわざわざ Facebook の方にあなたの記事を貼って、今回こういう記事を書きましたみたいな感じで、投稿しなくてもいいと。まあそんなまあ便利な機能がこのパブリサイズというものです。はい。ここでですね、このソーシャルメディアアカウントを接続するっていうのをポチッと押していただくと、はい。このような感じで、Facebook、Twitter、Google Plus、LinkedIn、なんとかって出てきます。で、これ、例えば Facebook と連携したかったら、連携と押してあげると、はい。まあ、こんな感じでね、どんどん、あなたの Facebook のアカウントを認証してくれて、次へってやっていくと、認証してくれます。はい。で、認証してくれると、接続できます。で、同じく Twitter もこの連携ってやってあげて、あなたのね、Twitter のアカウントでログインして、連携アプリを認証ってやって、どんどん進んでいくと、そのまま繋がりますと。はい。ちょっと今回うまく、僕のアカウントこれ、作ってないので、繋げませんが、普通に画面にね、沿っていけばできるはずです。はい。じゃあ戻りましょう。これがパブリサイズの接続というところです。はい。で次、共有ボタン。これは、不要です。これいらないので、ポチッと消しましょう。はい。で、次ですね。ディスカッション。はい。ここも、あーっと言ってもらって。はい。ここもいらないので、はい。購読。これも消しておきましょう。はい。ここもいらないです。コメント投稿者のグラバターなんとか、これもいらないので消しておきましょう。はい。次、トラフィック。はい。これですが。はい。ここはこのままで OK ですね。はい、ここは何も有効化しなくて OK です。最後、セキュリティ。セキュリティ。はい。ここは、はい。ここ、怪しいログイン活動ブロック。はい。これができていれば OK です。はい。これで、より、乗っ取られないようになります。より乗っ取られないようになります。はい。はい。こんだけできていれば OK です。ジェットバッグの設定は終わりです。で、最後にちょっと確認していただきたいんですけども、前回、アキスメットの設定をするときに、wordpress.com のアカウントを作ったんですけども、wordpress.com アカウント、これですね、これを作ると、メールが来ます。メールが。wordpress.com から。で、ここで、何々を有効化、あなたの wordpress.com アカウントのユーザー名が出てきて、これが有効化って出ますので、これをメールを見ていただいて、アカウントを有効化ってところを押しておいてください。はい。これをしておくと、しっかりとあなたの wordpress.com アカウントが最終、本登録ですね。はい。本登録されますというところです。はい。ここまでね、やっておいてもらえたら、今回の設定は大丈夫です。はい。ということで、今回は WordPress のプラグイン、ジェットパックの設定をやりました。はい。以上です。